ディカプリオから誘われたら寝てしまうと語る神田愛川日村から、魅力的だから仕方ない、ただ別れるかどうかはその後考えさせてと言われている。あんこう鍋の食レポに臨んだ際、出てきた感想がブヨブヨで宇宙人みたいですねだった。鼻を噛んだティッシュを乾かして再利用することがある。 NHK 入社当初はアナウンサーという仕事を舐めていたと語っており、あまりにも漢字が読めなかったため中学生レベルの漢字ドリルをやらされていたのだが、面倒を見てくれていた先輩アナウンサーから、いい加減にしなさい、一人でやれと言われると、その時々で聞けばいいかと勉強をやめた。ヒロミと食事に行き酔っ払った際、暴走族みたいなことやってた人がなんで東大王の MC やってんすかと言い放った。日村との交際報道が出た頃、一度も会ったことない鬼がラジオで、あんな女とは早く別れた方がいいと発言していたため鬼が嫌いだった。